今回は近視の進行抑制に効果的なソフトコンタクトレンズに関してお話しさせていただきます。学べ眼科の学べです。動画ご視聴いただきありがとうございます。近視抑制に効果的な方法として夜間に使用するナイトレンズ、オルソケラトロジーというものがあります。現在でも眼鏡やコンタクトレンズを含めた光学的な治療として、 最も効果が言われているものはオルソケラトロジーです。ですがこのオルソケラトロジーに興味を持たれた方がいても例えばオルソケラトロジーは屈折の値がマイナス4.0までの中等度の禁止までにしか適用がないことであったり自費、まあ、診療であってやや高額である点から興味があってもためらってしまう場合がどうしてもあります。今回は通常の ワンデータイプのソフトコンタクトレンズでオルソケラトロジーと同じぐらい近視の進行抑制に効果的なレンズが2019年から国内で発売されておりますのでそれに関するお話をさせていただきます以前に近視の話題はいくつかさせていただきましたが最初にその話をまとめますと現在近視人口の爆発的な増加が大問題になっております 東京都の検査では小学生で3割の子が禁止になっており中学生になると5割程度高校生になると9割近く禁止になっているというようなデータが出ております禁止は小学生の間に最も進んで以後禁止の進行は緩やかになっていくんですがそれでも大体25歳前後ぐらいまでの年齢は進んでいくというふうに言われております禁止というのは現代病ですよね 私だけが禁止というわけではなくてあの子も禁止違う友達も禁止なのになぜいけないのかというと将来的に緑内障や網膜剥離や黄斑症のような目の病気の原因の元となる可能性を高めてしまうのが禁止だからです学童の間は禁止になっても目の病気になることはまずないんですけれども将来的にこのような眼科疾患のリスクが高くなってしまうので 禁止はできるだけ抑制しなければなりません禁止だから全員が病的な状態になるわけではもちろんないんですけれども禁止の度数が強くなればなるほどこの可能性が高くなります一旦なってしまった禁止は治すことができないんですがすでに禁止があると言っても弱めの禁止を強めの禁止にしないだけでも大きな意味があるわけなんですね その禁止抑制に非常に効果があるものとして大きなものとして3つあります1つがオルソキラトロジーというナイトレンズを用いる方法2つ目は低濃度アトロピンの点眼そして3つ目は屋外活動で光を2時間以上浴びるという3点がメインですさらに細かく言いますと 30cm 以内の長時間の金魚作業を避けることそして完全矯正メガネをすることそして二焦点コンタクトレンズそして クロセチというサプリメントを用いる方法があります。このようなコンタクトレンズやメガネなどの光学的な治療で最もエビデンスレベルが高くて近視進行抑制効果が高いものは オルソケラトロジーなんですけれども先ほどもお話ししたとおり費用の点であったり適用外の方もおられますのでその場合は今回お話しするソフトコンタクトレンズが効果的ですそれは老眼用のコンタクトレンズなんですが最近発売された焦点深度拡張型のタイプのコンタクトレンズというものですこちらのタイプはイードフ型という特殊な加工がしてある老眼用のコンタクトレンズです どのタイプの老眼用のコンタクトレンズも効果があるわけではありません。イードフ型のコンタクトレンズは特に効果があると言われております。老眼用のコンタクトレンズを未成年に使って効果があるのかと思われるかもしれませんが、偶然禁止の予防効果があるというようなことが言われるようになりまして、使用することに関しては問題ありません。 イードフというものは白内障の眼内レンズでも言われておりますのでご存知の方も多いかもしれませんがこのイードフ型の特徴は中心を遠方に合わせて周辺に行くにつれてなだらかにプラスの度数を付加していきピントの調節を助けるものです現在近視の主な原因として周辺部の網膜にピントが合わずに 奥にずれることで起きるというように考えられておりますがそれを補正して眼軸のがの進展抑制を狙うことで効果が得られるというように考えられております近視の原因はピントが網膜より後方にずれてその刺激によってもっと目を大きく伸ばさないといけないんだというような反応が起きた結果 眼軸長といって目が大きくなりますその結果として近視が進行しますピントが合っていないとピントを合わせようと目が錯覚してまあ、楕円状に大きくなっていくんですねこれを軸性近視と言いますが小児の近視の原因はほとんどこの眼軸長の進展が原因です この焦点深度拡張型のタイプのコンタクトレンズはできるだけ広い範囲の網膜にピントを合わせることで眼軸長を伸ばさないような効果があるというように言われているんですがこれはいわゆるオルソケラトロジーで言われている近視抑制効果の基準と同じなんです近視進行抑制効果は大体30%前後あるというような報告がありますので近視でお困りな方で オルソケラトロジーが使用できないような方は、代用となりうる手段ですので、検討されてもいいと思います。ただし、通常のソフトコンタクトレンズと同様の取り扱いが前提ですので、きちんと1人でコンタクトレンズを装着できる年齢であることが必要です。小学生のお子さんには、基本的には処方の対象とならないことが多いです。 大体は中学生になってきちんとコンタクトレンズの装着が自分でできること、そして誤った使用をしないという理解ができることが必要です。中学生以上で通常のソフトコンタクトレンズを使用するなら近視の進行抑制で現状はこのレンズを使用するのがいいのではないかなというふうに考えております。実は近視進行抑制の効果があるコンタクトレンズ、もしくはメガネで 海外では既に使用されているものが他にあります。代表的なものとして MySight イイというコンタクトレンズであったり MioSmart という名前で発売されている DIMS レンズというものです。これは網膜の焦点距離が後方にずれることが禁止の原因であるのならば焦点距離を前方に移動させれば眼軸長を伸ばさないようにするのではないかというようなコンセプトで考えられたレンズです。海外では 続々と近視抑制の効果が言われており、かなりの効果があるようです。ただし、まだエビデンスレベルが低くて、現状国内ではまだ未承認となっております。今後このようなコンタクトレンズやメガネが国内で使用できるようになればいいなというふうに思っております。今回の動画をまとめますと、まず一つ目に、ワンデータイプのソフトコンタクトレンズで近視の抑制効果が期待できるものがあります。 そして2つ目に、近視抑制効果は通常のソフトコンタクトレンズより30%ほど期待できます。そして3つ目に、通常のソフトコンタクトレンズと同様に、きちんと自己管理ができる年齢に達していることが処方の条件になります。という3点です。近視の進行は遺伝的な要因と環境的な要因と2つ言われておりますが、昨今の近視人口の増加は環境的な要因になることがほとんどです。 禁止の進行があれば、このようなコンタクトレンズを使用するのが効果的なんですが、結局このようなコンタクトレンズをしたら、ゲームを何時間してもいいとか、そういうわけではもちろんありません。基本は生活習慣の見直しが大切です。屋外活動を2時間を目安に増やして、金魚作業もできるだけ長時間しないことが大切です。3つの3というふうに言われておりますが、30センチ以上離して、連続した金魚時間は30分まで。 そして30秒遠くを見て調節の負荷を取ることは大事です。この上で使用することが大前提であることをご了承くださいね。今回は禁止進行に抑制効果のあるソフトコンタクトレンズに関してお話しさせていただきました。この動画では眼科専門医が話す目に関する様々な情報に関してお話しさせていただいております。よければチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。